みんなで作るマスターラボのおせんすむです。さあ今回は全化式コーラカラボ17ということで類上の全化式やってまいりましょう。さあ今回はね面白い問題なんですが、その前に、はい、中央大学法学部の16年前の問題、中央大学法学部といえばクマタンですよね。まあクマタンが薄く取ったかどうかちょっと分かんないですけれども、まあねいい問題なんです。難易度としてはめちゃめちゃ高いかというとそうではない、青チャートに載っててもおかしくないんですが、これ解法が分かっても答えるときにミスしてそういった問題なんです。というところはですね、解法が分かった終わりではなくて最後までしっかり答えが求められるか、そこも気をつけながら聞いてみてください。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、ということでまずこいつ、やっぱり大事なのは何かっていうと指数とルートです。はい、指数がえぐいことになってますよと、5乗と6乗なんですが、ちょっとその前に L が2乗って書いてますよね。はい、 L が2乗ってことはあれ初項は関係ないのって思った方、全然関係 ありますよ。なんでかっていうと今回 N と N-1 だから。例えば N が2を代入するとどうなるかっていうと、まあ、こうなりますよね。はい、 A2 っていうのは A1 の値で決まりますよと、まあ N イコール3を代入してもそうなります。で今回僕は嫌なのはこれなんですよ。なんか N イコール1の時含まれてないのって思っちゃうので、僕だったらこいつとこいつを丸ごと変形します。どう変形するかっていうと、はい、こうやって変形しちゃいます。で N が1以上の時にする代わりにここを N たす1と N に直しました。まあ、僕たちこの方がね見慣れてますよね。はい、というところでまずここがねちょっとまあサブみたいな要素でしたけれども、ここを準備整えた上で、はい、このパターン類乗いきますよ。はい、類乗や、まあ、ルートがあるとき、これはどうするかっていうと、はいはい、ログを両辺とってログごとの全化式、まあ、ログがついたね全化式をまとめてあげると、塊を作ってあげますよということです。さあここで問題です。記述で原点対象として多いパターン、はい、両辺ログ取るときに何に重視しなければいけないのか、 OK、 はい、何でしょうか。はい、正解はちゃんと両辺が正ってやることをチェックしなきゃいけない。で今回幸い、はい、AN が0より上、どんな N であっても0よりプラスですよと言ってますから、まあログを取っていい。で今回ルート2ということなので、ログ2なのかログ3なのかログ5なのかログ10なのかっていうと、まあログ2がいいと思いますよ。ルート2と相性いいですから。というところで、じゃあもう早速ログ2両辺取りましょう。すると、はい、こうなります。展開すると、はい、こんな感じ。で、はい、ここは2の2分の1乗ですから、そのまま2分の1になります。で、あと、こいつらをちょっとうまーく変形してあげましょう。すると、はい、こんな感じになります。で、さっき言いましたよね、ログを作るんですけど、大事なのは必ず塊で置きます。はい、こいつを BN と置くと、なんと BN たす1になるんです。これが置ければ、あとは B の出せるはず。なんですが、最後ね、AN に直すとき、このログの計算注意ね。じゃあ一回ちょっと BN 出しましょう。はい、こんな感じ。これは、はい、特性方程式の形ですから。はい。で、アルファが、5分の1アルファイコール10分の1なので、2分の1かな。というところなので、はい、こんな感じになります。OK ですか？じゃあ、あとはどうするかっていうと、はい、初項が B1。使いましょう。すると、はい、初項が B1-2分の1、公比が5分の6でプラス2分の1こうなりますね。はい、ってことはまず BN と B1 をログの AN の形に直しましょう。すると OK でね、これをぐちゃぐちゃいじるときにミスが起きるんです。これ、はい、ログ、ごめんなさい、ログ2忘れてましたけど、ログ2の AN ってことは、はい、AN イコールに直すんだとどうなりますか。これは2のこれ乗になりますよ。でこれは確かにちょっと汚いのでちょっとだけ工夫しましょう。例えばここログ2の A1-2分の1ってありますけれども、はい、2分の1マイナス2分の1っていうのは、マイナス2分の1は2のマイナス2分の1乗、つまりルート2分の1です。つまりここをログ2で固めると実はこんな感じになりますよと。で、けどこいつはログ関係ないですから、まあ、こんな感じ。
で、プラス2分の1ってありますけれども、2の何とか乗プラス2分の1って、これはかける2の2分の1乗ってことですね。プラス2分の1乗っていうのはかける2の2分の1乗と同じ。これはルート2ですから、これを配変形してあげると、ルート2かける2の、はい、ログ2の何とかのこいつが何とか乗になりますから、こんな形ね。気持ち悪いよね、これ。これをもっと整理できますかっていうと、はい、2とログ2っていうのは消えますよ。2とログ2の何とか乗っていうのは、これ全体はここと同じですからね。はい、つまりどういうことかっていうと、これを、はい、変形してあげると、答えは一番綺麗な形はこんな感じだってフィニッシュになります。OK?だからこれ、今回条件してないですけれども、ログを使わずに表せって言われたらこうじゃないとダメですよ。だからログは消せるんだと。ログの消し方結構ね、よくわかんないって人いますけれども、これセンターの囲むとかに載ってた気がしますよ。数列の分野でログが出てて、ログは結局消える形でみたいな。はい、こうなります。で、最後に、はい、N イコール1代入するとちゃんと H イコール A1 になるということでございました。さあ、いかがでしたでしょうか。今回ね、難易度多分3ぐらいからにしてると思うんですけれども、結構ね、大事な要素があったと思います。ぜひ、解法だけを知って終わりではなくて、ちゃんとね、答えまで導けるように、今後もしていきましょう。で、再生リストね、全科試これからも16まで、17も含めてまとまってますので、ぜひ全科試が苦手な方は定期的にやってみてください。ということで、お疲れ様でした。バイバイ。